さあ、ということで今回は龍拳極3に全開2枚乗せやっていこうと思います。劇場版パーティーで使っていきます。ちょっとねガシャを回してたしなむ程度に回して赤1まで、なったんで、まあかなりぶっ壊れになったと思います。はい、めちゃめちゃかっこいいなこいつマジで。ということで使っていきます。タピオンね、落ちバフとか持ってたらめちゃめちゃ強かったと思うんだけど、この落ち全体ダメージ、なんて呼ぶ落ち全体ダメージのこと。自爆っていう自爆。でも自爆いるもんな。遅れた。回復回避でいいや。OK？ マジ、バカ強えこいつ。アーツ破棄か。だるいな。いや、バカ強えわ、こいつ。あー、ちょ、待って。ステコン範囲なんか強い。それ、後隙な、あるよね、あ、ないよね、多分。交代ムーブ釣れるんかーい。ちょっとラグいんだけど。はい、見て射撃。通常でいいや。入れ込み、あー違ったね。まあいいや。まあ出しときましょうか、こいついらないんで。どうせ捨てるんでね。ユニゲ解放したこの全開に迷わせマジで止まんないと思うよ。あれあれ龍拳何回出したっけ。うえ、そんな顔すんのお前。そんな顔するん。びっくりしたわ、顔すげえ。タピオカ泥臭くないでしょ。タックルでいいか。一確認いきましょう。さあ落ちバフ発動。もうやばいよ、止まらんよこの龍拳。んー、魂をかけるなお前な、倍ないのにさ。あ、マジでそれ全然いい。これ、場に、どうなんのこれ。場に回復しないよな、さすがに。痛えな、痛えな、意外と痛えな。OK？ OK。押したって今。まあ、いいや。もうしょうがない。しゃあない、しゃあない。しゃあないな、それは。さあ、縛ったんで。ダイヤ人が当てに行きましょうか。いやーこれ回るかな。いやー回るな、賢いなそれは。116短波染めライジング。 OK。 うわお前振り向こう、ちょうど治りよった。あでも落ちるな、さすが落ちバフ乗ってるんでね。これ、龍拳もいつかユニフラでさ、セミちゃんみたいにユニゲーが早く溜まるようになったりしたら、とんでもないな。やっぱ遅いな、溜まるの。さすがにそこはしょうがないけどね。面切って。もうこれはずらし究極で場に使わせまーす。お、ドカバキ。OK。いや、強っ。ちょっとムラムラしとりますけども、頑張るか。ちょっと書いてることが多すぎてまだ脳内に完全にインプットされてないんでね。特殊カバチェン向こうがあることを結構忘れちゃう。なんかね、属性と見た目がマジマタナだから、マタナと思ってしまうんやけど、これ俺だけじゃないよね。新キャラ来た初日はやっぱさ、なんかそんな感じになっちゃうよね。めっちゃマタナと思ってしまうんやけど、こいつ相手してても射撃撃ちたくないし。ということでお願いします。間違いなく緑属性でもう頭4つぐらい抜けて最強だと思うわ。タックル来ない、はい、見て射撃、通常で時間稼いで、やばいなお前。回避回避、外人にはね。まあまあ出てくるじゃろう。
こいい。え？さあ、ユニゲゴリゴリ貯めていきましょう。いや、フリにも結構入るんだよ。ゾメに、ゾメにこんだけ入るからね。さすがっすわ、パイセン。いや、いい。ユニゲ半分以上溜まった。はい、解放したいな。最速取りたい。オッケー。楽勝。まあ、アーツ破棄入れときましょう。まあ、2コン、2.5 コンぐらい取ったら、ユニゲ溜まるって感じか。こいつカウントあるからね。遠距離誘うか。遠距離誘う。してくれやろ、お前。遠距離したいでしょ。おいで。遠距離したいでしょ。おいで。ほらな。バカなの君たちは。頭大丈夫ですか。さあ、特殊カバちゃん向こうで殴っていけますと。さあ、視察に交代禁止つきましたと。しっかり遠距離待機にはね、確定反撃取れるんでね。あ、ライジングでいいや、これは。ここどうしよっかな。まあ、黄色変えて、ガチン回避でいくか。ユニゲ解放できたんで、あのね、メインでね、補正切りで究極が打てるんで、そういうのもできるんで、やばい、本当にやばい。やばい、お前、びっくりするわ。はい、ざまー。メインで補正切りで究極はね、マジで最強だと思う。間違えましたー。究極でよかったなー。ちょ、見してあげろ、補正切り究極。あー、それは嫌だな。うん、やばいですね。多分おかしいですね。108。まあ、一応出しとくか。何してんのかわかんねえ、お前は。見つかりますわ。これマジでやばいと思う。場に奪って、補正切って究極。やばい、これ多分ね、どのキャラも受からんと思うよ。火力は200万。打ちましょうか。あー、待って、総裁じゃなかったんだ、今。ちょ、一体な、さすがに属性、村染めの有利で受けんのは一点だ。けど。ま、さすがに見えるじゃろ。はい。これ決めたいなぁ。調子に。キャラチンした。あ、そうか、メイン切ったか。まあまあまあ、通常されても、まあ、絶対勝てないけどね。どう頑張っても勝てないけど、ゴキブリだからしょうがないですね。ゴキベジは。ちょ、かっこつけたな。さすがに不利だったら、さすがに歌ったわ。あいつ1枚引けるこれ。なんで引けないの。ちょ、かっこつけたな、今のは。はい、さよなら。さあ、ラストかな、お願いします。下がるか。ようやく。行ってくるか。前出しやつやばいやばい。ここはね、こいつで殴っていきまーす。特殊カバチェン無効なんで、安全に殴れるのはいいですね。おい、必殺引くなよ、そこで。何してんの、お前。めっちゃ入ったやん。強っ。やっ
ばいやばいやばいやばい、頭おかしい人です。よかった。ちょやばいやばいやばい、マジで言ってる。やってることやばいよ君。やばいやばい、しっかりずらして。うん、まあ打ちましょうか、鬱陶しいんで。うん、あれ裏俺回ってるっけ、僕多分ね、脳死くると思うんだよな。龍拳でカットしたいな。どうせ脳死でしょこの人たちって。一確認できないと思うんで。下がるんだ、ようやく。 OK、 あんまりシャシャットンとちゃうぞ。いやこれで終わるのはちょっとやだな。こんなん倒して終わるのはちょっとやだわ。さあお願いします。まあ上さんしかないんでこれでいきますけど。あ、なんかゴッとなってますね。今シーズンもあと1週間あるんでやばいですよね、この2倍レート3週間っていう、もう超絶クソみたいなあれの詰め合わせなんですけど、あと1週間頑張りましょう。ということでよろしくお願いします、次郎丸くん。これ極ベジ5つの青もいるんで、かなり龍拳、マジ龍拳のことまたなって呼びそうになるんだよな。めっちゃ似とるもんこいつら。跳ねない？じゃあ打とう。何してんの？とりあえずアーツハッキー入れて、176通常か。マジ、刀に見えてシャリ、その通常なんだ。全部通常もしかして。回避見て射撃でいいや。176だった。などういう戦い方してる君。あ、最悪です。緑は痛いわ。さすがに緑は痛い。あ、場に使ったよねこいつ。あー、それで回復する系か。いえあ、いいのそれ。じゃあいいよ。またなと勘違いして救出感覚で出しちゃいそうになるもんな。同じ属性はマジやめてほしかった。まあ全開乗せれるんでいいですけど、マジで間違う、またなと。さあこれで落ち葉発動プラス縛りまして、145、まあ落ちるな。オッケーオッケー、よしよしよし。あー、カバチンいるからやめたんだよな今。もらおう。跳ねて打撃案に勝って、これさまだあるよね、特殊カバチン。オッケーオッケー、特殊カバチン向こうでゴリゴリ殴っていきましょう。いやでもライジング打たんといけんな、さすがにこれは。あと1枚引けない、また最悪だ。引けるつもりでユニギ欲張った今。打とう打とう打とう。構成切り究極圧ぶち込みまくりたいんでこれちょっと、はい、お願いします。でここ縛り来る、ユニゲまだ溜まってないんでね、面切りたくないんですよね。面切らんじゃろここ。まあ、切ってきてもいいよ最悪、タックルでいいじゃろこれ。打撃キャン振って、引け。見したい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 。補正切りで、補正切る意味ないけど、補正切って打ちます。場に奪って、これがねかなりえぐいと思います個人的に。わあ、かっこいい。ということで、
いや、めっちゃ楽しいしかっこいいんでね、龍拳悟空の動画はバンバン出していこうと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、終わります。お疲れ様でした。